おはよう、こんにちは、こんばんは、あにょーん。神戸ワールド記念ホールに着きました。初めての単独コンサート、今から楽しんできます。大きな声で叫んできます。みんなの分まで楽しんでくるよ。ファイティン。昼夜2回とも満席ですね。僕はね、夜の方に行ったんだけど、どういう楽しみ方するかをちょっと考えて行ったんですよ。曲一曲ずつにメンバー一人を集中して見るっていうね、ずっと目で追うんですよ、ずっと。そうやって楽しんでました。僕の座席が通路側の席で、動きに余裕があって見やすかったです。コンサートってね、いろんなね、楽しみ方がね、できますからね。みんなはね、コンサートどういう風に楽しんでますか？コンサートの応援が韓国と日本で違うってね、ちょっと教えてもらったので、これが普通だと思ってあまり気にしてなかったんですけど、ちょっとねしっかり見てきました。みんな大体これです。掛け声とかもみんなあまり叫びませんね。僕が珍しい方です。みんな叫ぶのをあまりしなくて、基本的にみんな静かに見てる感じで、曲をしっかり聴いて双眼鏡で見とったりする感じの人が多かったですね。あまりそんな叫んで熱狂してる人はそんなに少ないです。コンサートもね、1、2回公演だったところで、うみちゃんがメンバーのことやウィズワンのことをとても気にかけて心配してて、言葉に詰まって感無量でね、泣いてましたね、うみちゃん。1日2回公演がウィズワンとして初めてだったので、体力的にもね、精神的にもね、疲れてたのかなってね、僕は思いました。ユジンはね、自分からね、私今日誕生日だよってね、笑顔で大声で言ってましてね、とてもね、可愛らしかったですね。自分から誕生日っていうのって可愛いね。座席についても、日本と韓国全然違いましたね。韓国では、座席を自分で好きなの決めて、早く応募した人がそこの座席取れるって方法なんですね。日本は全く違って、座席を応募して、当選したら、ランダムで、一つの座席がもらえるんですよ。座席を発見するまで自分がどこの座席か分かんないんですよ。運です。日本は MC がしっかりあったので、コンサート時代2時間48分ぐらいコンサートがありまして、まあ、日本のコンサートはだいたい2時間前後なんですよ。これに比べたらだいぶ長い方だったと思うんですけど、韓国ではどうなんですかね。一般的コンサートって何時間ぐらいやるんですかね。全部曲が終わってアンコールがあるじゃないですか。日本の場合はアンコール、アンコールをね、もうなんですか、長くて10分ぐらい。今回アイズワンのコンサートはそのアンコールってことなく最後が始まりましたね。韓国はこういう感じなんですかね。日本はめちゃめちゃアンコールってコンサートで叫びまくってからなかなか始まらなくて、やっと始まるって感じなんですよ。アンコールの時にメンバーがトロッコに乗ったんですよ。これが12台この上にメンバー乗って、僕がこの辺り座ってたんですけども、メンバーがステージからトロッコ乗って、こっちこうやってこの周りをねずっと回ったんですけど、僕この辺で微妙に遠いんですよ。僕はねやりました。チェオンがね僕に向かってね、確実にね僕を見てたでしょ。確信してますね。神戸ワールド記念ホール、1日2回公演がやっぱりメンバーにとってちょっと体力的にもね負担がね大きかったのかなとね思います。2回あったからウィズワンがよりいっぱい参加できて頑張ってくれたアイズワンをね、僕はさらに応援していきたいと思います。アイズワンミーのグッズも購入してきました。ペンライトとうとう僕もね購入しました。こちらの値段が韓国と日本だとだいぶ値段の差がねあるみたいですね。日本で購入したんですけど5500円します。多分韓国で売ってるのと多分全く一緒だと思いますね。韓国だといくらなんですかね、安く販売されてるらしいですね。 Bluetooth でつながって会場で自動的に色が変わったりするんですよね。みんなのやつが連動して。神戸ワールド機能ホールはそういう機能はなくて、各自ねみんな好きな色をにして売ってます。おまけがついてまして、ランダムで
ストラップがついてるんですよ。僕がついてたのはこちらですね。紫色ですね、パープル。うんびちゃんのカラーのストラップが僕がついてました。ウォニョ。うちわを買ってきました。850円です。2枚になりました。はい。ウォニョンのタオル、650円。これで、トイレ行った後、手拭けるかっていうと、拭けないですよね。ランダム生写真も買いました。頑張ってた、うんびちゃん。出たらいいなと思いますね。あ、ナコですね。はい。あ、ユリだ。はい。あ、来た。来た、出たよ。出たよ。チェオン。わぁ。チェオン、かわいいな。チェオン、かわいいな。チェオン、かわいいね。はい。あぁ。友人ですね。ウンビは出ませんでしたね。まあ、ランダムだから仕方ない。ガチャガチャがあって、ランダムでいろいろ出てくるんですよ。バッジとかね、ストラップみたいなのが。当たりが出ると、サイン付きのグッズがもらえるんですよ。売り切れでしたね。残念でした。うん。ゾンビコンサート行けてよかったです。すごいね、初めての単独コンサートで僕はどんな感じになるかね、ドキドキしてたんですけど、うん、一人でもね、楽しめました。よかったです。歌ってるね、姿はね、輝いてますね。とてもかっこよくて、憧れます。よかったら、チャンネル登録、動画の共有、高評価、よろしくお願いします。僕と友達になりませんか？一緒に、アイズワンを応援していこうよ！ファイティン！それじゃ、またね！バイバイ！僕の話になるんですけども、コンサートで2日間、31、1日と、ちょっと声出して、ちょっと熱狂的に応援して、頑張りすぎて、風邪をひいてしまいました。はい、体力がないね、僕には。皆さんも季節のね、変わり目なので、体調管理、気をつけてください。風邪をひかないように。